皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はノースフェイスのショートスリーブビッグソリッドティーです。こちらビッグソリッドティー2022年春夏の新作モデルで、ブランドヒストリーを立体刺繍でフロントに全部刺繍されてますので、ボディの色によってそれぞれ描かれている刺繍も違ってきますので、その辺も楽しんでいただければなと思います。では行ってみたいと思います。まずこちらホワイトの方はエクスプローラーと描かれております。こちら訳すと探検家っていう意味にはなるんですけども、こちらノースフェイスのブランドタグラインでもあるネバーストップエクスプローリングっていうところ、飽くなき探求心っていうところから来たものかと思います。生地自体も本当に張りのあるドツメコットンとなってますので、もう本当にあのビッグロゴティとかと同じ生地を使ってるタイプとなりますね。もうこの刺繍がねとにかくインパクト強くて、もう本当にでも同系色っていうなってるところが本当に非常におしゃれシャレで、1枚でかなりこう、様になるような感じのデザインかと思います。もう本当にね遠目から見ると白の無人ティーに近いぐらいの感じのイメージですので、もう近寄ってみるとちょっとこう光沢感もある刺繍が目に入るような感じとデザインとなっております。サイズ感も本当にビッグロゴティーと、比べたんですけども、ほとんど一緒の、サイズ感となっておりまして、身幅が緩めで肩が少し落ち気味な、ややオーバーサイズ気味な T シャツとなっております。まあ実際こちら身長僕163cm 体重54kg で、こちら白の M サイズを着用してるんですけども、もう本当にこれでいい、本当に自然なゆったり感っていう感じのサイズ感かなと思います。もうこう見るとね、この位置からでも本当に真っ白の無地の T シャツに見えるんですけども、まあ近寄ってみるとちょっとこう白の刺繍がこう目に入るような感じで、非常にそういったところもおしゃれな感じかなと思います。ですのでロゴ自体結構大きいんですけど、全然目立つこともなくっていうところですし、もう本当にあの白なんでインナーでも非常に使い勝手のいい T シャツとなります。もう本当にねこのガシッとした生地感がねすごくこう個人的には着心地も良くて、あの透け感も全くなくお使いいただけますので、本当に夏これ1枚でこう重宝するんじゃないかっていう感じのデザインの T シャツですね。サイズ感もね非常に良くて、このちょっと絶妙なこのオーバーサイズな感じが本当にこう子供っぽくなりすぎず、大人の方でも1枚で着ていただきやすい T シャツかと思います。で続きましてのお色ですね、こちらがカラーがバンフブルーっていう本当に鮮やかなブルーですね。で刺繍が1966ですね。こちらのノースフェイスが誕生した、年をこう刺繍で表現しております。こうやってこう平面で見るとかなりこう立体的なのがすごく伝わるかと思うんですけども、わりかしこう本当にあのしっかりとした刺繍で描かれてますので、まあ、こちらも本当にインパクトある T シャツで、もう何よりもこう色がすごく鮮やかですので、もう本当にシンプルなパンツと合わせていただくことで、よりこの T シャツの1枚の存在感というところが強調できていいんじゃないかなと思います。あんまりねもうガチャガチャしたもので合わせるより、もう本当に黒とか白とかグレーとか、もうわりかしモノトーンとか、ちょっとこう落ち着いた色目で合わせていただく方が、こちらの T シャツの威力が、最大限に発揮できていいんじゃないかなと個人的には思います。でこちらがですねサイズ L サイズを着用しております。まあ、僕の身長でしたら L サイズぐらいで、本当にちょうどお尻がもうほぼ隠れるぐらいの丈感となって、まあ袖丈はちょっとこう肘にかかるかかからないかぐらいの感じとなります。まあめちゃくちゃダボダボってわけではないんですけど、着丈がまあ少しこう長すぎるかなってこう感じられる方は、まあ身長に合わせてジャストサイズを選んでいただいた方が、まあスッキリ感は出るのかなと思ったりします。まあ個人的には僕全然このぐらいのサイズ感でも全く問題なく使えるんですけども、まあこの辺はもう本当にお好みになってきますので、まあ好き嫌いあるかと思いますので、まあ、気になる方は、まあ、どうしてもこう試着していただくのが一番ベストかなと思いますので、まあ、少しでも参考になればなと思います。やっぱりこういうちょっとね鮮やかな青っていうのに、まあ、白とかでもいいんですけど、やっぱりこうパンツを黒にしていただくことで、より引き締まった感じで、コーディネートができるんじゃないかと思います。まあ、これに足元ももう黒のサンダルとか、もうこの T シャツ以外全て黒でまとめていただくことで、よりこの T シャツの良さっていうところが最大限に活かせれるようなところを気をつけてスタイリングしております。でこちら最後黒ですね。こちらが、ロゴが TNF とノースフェイス、ザ・ノースフェイスのこう頭文字を、取った3つを刺繍されております。こちらもね本当にもうベーシックでこうスタンダードでかっこいい感じですね。ちょっとこう画像上では刺繍が緑っぽく見えるんですけども、こちらも刺繍ももう真っ黒になってますので、
遠目から見るとこれもほぼ刺繍が見えないような感じの仕様となっております。とにかくねこちら3色とも全部この刺繍が本当に高級感あるような感じに見えますので、全然こう安っぽくないんですけども、お値段が6050円と非常にこうコスパもすごくいいなと個人的には感じました。いつも個人的にもやっぱ白か黒かって感じになるんですけども、今回この T シャツに関してはもう全色あってもいいなと思えるぐらいおすすめなこの T シャツですね。使い勝手の良さとこちらのサイズ感のゆったり感とこの刺繍の高級感と、本当にこの3点がね個人的にはかなりハマったような感じのイメージは受けております。でこちらが、サイズもワンサイズ上がりまして、これで XL を着用しております。さすがにここまで来るとねやっぱり着丈っていうところはすごく長くなってしまって、まあ身幅はもう全然個人的には許容範囲なんですけども、やっぱり丈がねどうしてもこう気になるぐらい少し長いなっていうところは否めないかなと思います。ですのでまあこちらの XL のサイズでしたら、身長185ぐらいの方でしたら全然僕の身長の M サイズぐらいの、イメージで着ていただけるんじゃないかなと思いますので、まあその辺もねぜひ気になる方、参考になれば非常に嬉しく思います。こちらのね黒も本当にこう遠くから見たらもう全く無地に近い感じで見えますが、こちらの TNF の、ロゴがこうしっかりと刺繍で高級感あふれる感じで、この若干の光沢感がねまたよりこう高そうなイメージを出してくれてるんじゃないかなと思います。でこちらもう一つ最後おまけなんですけども、こちらがですねショートスリーブエンブロイドロゴティーって言って、生地はもう先ほどの、ソリッドと一緒なんですけども、胸にはワンポイントの刺繍がノースフェイスのロゴとカラビナがこう絡まったような感じの刺繍が施されております。またこちらさっきは白やったんですけども、このガーデニアホワイトっていうねちょっとこうきなりっぽい色っていうところが個人的にめちゃくちゃ好きで、もう本当にこうなんかオフホワイトに近い感じなんですけども、真っ白よりこうパキッとしすぎないところが非常にこうスタイリングしやすくて使い勝手がいい色だなっていう感じです。でこちらがサイズちょっと XL を着てるんですけども、まあ、サイズ感はちょっと大きいんでそこはもうちょっと一旦置いといていただいて、この黒との相性っていうところのね良さが非常にこうこのガーデニアホワイトっていうところが抜群にいいかなと思います。まあ、黒じゃなくてもどのパンツでも本当にこうコーディネートしやすい T シャツとなりますので、まあこの辺もね1枚あったら非常にこう使い勝手が夏いいんじゃないかなと思います。ちなみにこちらもお値段6050円となっておりますので、もう本当に先ほどのソリッドといいこちらといい、もう本当にねこの2枚は本当にねガシガシ洗濯していただいてもこう思ってるより生地もしっかりしてますので、よれにくくなってるっていうところも非常に長く使っていただけるポイントの一つかなと思いますので、ぜひぜひねこの辺夏 T シャツまだ探されてる方、これから何買おうかなって思ってらっしゃる方はこの2枚も特におすすめしたい、T シャツとなっておりますので、ぜひこの辺ねチェックしていただけると非常に嬉しく思います。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスのショートスリーブビッグソリッドティーですね。もうこちら3色とも非常に素敵な色でコーディネートもすごくしやすくて着心地も良くて高級感もあるっていうところの3拍子揃った T シャツとなっておりますので、ぜひまた気になる方はチェックしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもねこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。もう本当にね夏かなり暑くなってきてますので、 T シャツ1枚で出かける時もね多くなってくるかと思いますので、まあそういったお買い物の参考になればなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまた、さようなら。